関節鉄道芦屋川水道跡は、兵庫県芦屋市月若町、松の内町間にある天井川トンネルの跡。大阪神戸間の関節鉄道の開通に向け、芦屋川の下に路線を通すためにレンガと加工岩で作られた。トンネルは現在解体され、芦屋川湖泉水路橋に改築されている。新橋横浜間の鉄道開通に続き、 大阪神戸間の鉄道建設が計画された。当初の計画では山手側に路線を走らせる予定であったが、灘の酒蔵より、汽車の黒煙で酒が腐るというクレームが入ったため、予定を変更して山独を通る路線に変更することになった。芦屋側は土砂が溜まって周囲よりも高い場所を流れる天井側であり、また当時の汽車の馬力では、 周囲より高い傾斜が登れなかったため、川底トンネルとせざるを得なかった。トンネルは1871年5月に、着工、1874年3月に竣工し、石屋川、水道、住吉川水道に続いて完成し、日本で初の伏線断面鉄道トンネルとして建設された。大阪神戸間の間接鉄道は、 日本で2番目の鉄道路線として1874年5月11日に開業した。完成したトンネルは、レンガの構成や建築技術が評価され、イギリスの新聞にもイラストが掲載された。1920年、トンネルは複々線加工時のため解体され、芦屋川湖泉水路橋に改築され現在に至る。現在は JR 東海道本線として利用されている。 線路北側の斜面には、芦屋川水道が解体されたものと思われるレンが、構造物の破片が多数埋め込まれている。ありがとうございます。